おー、やめてよ。いないじゃん。あ、やば、ちょっと待って。てかさ、このステージめちゃくちゃ転がしたいんだけど、ローラ転がしたいんですが、ダメですか？ ダメだね、自分で決めたんだもんね。そんでもってあれですよ、なんか一人落ちたよ。ここは倒すしかないな。どうやって倒すの？お、いいぞ。あ、待って。普通に一発で倒せんだよね。あれ、どっちだっけ？エイムが必要になったんだっけ、ローラーって。やばい、ローラーに関して無知すぎる。何も知らない。ちょっと待って、連打しすぎてさ、ゲームパッドのあれが死んできたんだけど。ZR ボタンが。戻りが遅い気がする。負けた。 弱ゆうたけさん、弱。ちょっと待って、てか3人なのがそもそも問題だよねこれ。 カットしてもいいんだけど。いや、せっかくのタチウオだしな。ちょっとそろそろ倒すわ。マジで？あんまり攻められてないからね。なんかまだ勝てるんじゃないかっていうあれがある。そして味方が頑張ってくれてる。あんまり普段こんな表に出ないよね。あれ、ちょっと待って。 弱すぎ。不意打ちでドンってやるタイプだよね、カーボンローラーって。不意打ちもクソもねえよこれ。あ、登ってきちゃった。んー、ペシか、1ペシか。意外とあんのな、1ペシっていうのが。逃げた？うわ、登ってきてる気がする。あ、登ってきてない。ちょっと待ってよー、人数、上にいる方が有利だ。きつい。厳しいね。待って。久々にゼロキルをやらかした気がする。あ、惜しくないでも。あまり前に攻めてこなかったのかな。ごめん、マジごめん。さっき落ちた人が復活してるわ。ラグラ、ガチマッチは勝ちます。根拠のない自信。このゾンビ捨てじゃんっていう超タチ悪いやつで。ちょっとね、もうちょっと落ち着くわ。あ、待って、でもゾンビだから落ち着かなくていいか。早っ。エイムっている？これ。あんまいらない？必要最低限って感じ？わあ。マジで？今のエイムの問題か。もうちょっとちゃんと前向けてたら倒せてたか。そんな気がする。あれ？エイムの問題か？あー、もう完全に下手くそだな、なんかやってて思う。どうしようどうしよう。回り込むか、回り込むしかない。回り込む間もなく潜む系。やっぱり全員カーボンでも潜むことが大事と。
倒せない。うわ、今ペシだったね。エイム結構関係あんのか。防御積んでるのが強いのか。あーうまいな、後ろに下がって2人いたかちょっと待って、あ、ステージャンのこと忘れてた。ゾンビにしても死にすぎじゃねこれは。うわタイミングいやでも距離はローラーだから最低でしょ。近づくしかないでしょ、回り込むしかないでしょ。うわーもう絶対なんかバレ、完全に回り込み負けしてる。うん、ちょっとちょっと、これはギアが意外と、ゾンビは届かん。ちょっと待って、誰もいない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 、帰って帰って。あ、そっかそっか、なんか遅いと思ったな。ステルスは帰るのが遅いんだった。お、3人ない相手、これはチャンスと思いきや、裏取りが必要か、そんな気がする。マジでこれやられる。あ、ステルスだ、そうだ、飛んでいいんだ飛んでいいんだ、飛べ飛べ飛べ、やば、今まで全く飛んでなかった。すぐやられんな、振り早いな、やっぱダイナモと違って。誰かいるかな、ドン、いないステルス効いてる、ステルス効いてる。こういう時って押し込めないな、やっぱりゴリ押しはきついか。ゾンビだからあれ、キルデスが、キルデスというかデスがひどい気がするなんかむやみやたらに連打するのもあんま良くない感じこれ。あ、全滅か。あー、ダメだ。めっちゃ死んだ特攻隊ダメだ、残念勝てませんでした普通にダメだったね。ローラーのプロフェッショナルから見たらなんかいろいろ文句がつけたくなるだろうけど死にすぎでしょうみんな。はい、自分も防御マンになりました意外と直撃があるみたいなんで、エイムが大切なようなので。てかここさ、ここ防御にする意味なかったか、もしかして。もうなんか絶対ドーンみたいな感じだもんね、こんなのどうすんの。おお、もうなんか運ゲーじゃね、ここのステージ。ローラーどうなの。ミスった、下手した、ごめん。
何も進まない。ドン。むずくね、このステージ。このステージのチャージャーの簡単さが分かる気がする。簡単というか、うわ、危ない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 。あ、ここまでいた。あ、待って、慎重に慎重に。いたよね、一人。倒した。ナイス。エイムはいらないな、このステージ。どうなの、運ゲーじゃないこれ。いきなりドンってやって倒せるかどうか。真ん中にいるでしょう。マジで。2人だね、2人以上で攻める感じだね。全員同じカーボンだったら。待って、ここ強くない？ここまで押し込んだらもう強くない？うわ、危なっ。あ、防御強くない？これもしかして。今の防御なかったら死んでた気がする。エイム結構関係あるんだ。詳細。ちょっと待って、本当に ZR ボタンが死んでる。戻りが遅いんだけど。どうしよう。終了だわ、もうこれ。戻りがなんか遅い。連打しすぎた。防御強いんですね。知りませんでした。あ、ちょっと待って。あの人が強い。ここ回り込めなくない？ここチャージャーがめっちゃやりやすいんだけど、それってつまりローラーがやりにくいってことだよね。どうなんだろう。 S プラスの人とはチームを分けるようにしました。なんで衝動こっち来たんだ今。やば、ここ取ったらカーボンの連打と同じようにチャージなしの連打でよろしくと言ってあります。こっちから行くのってどうだろう。え、届かない。え、え、なんで今。下手くそかよ。思ったより距離短いね。え、マジで壁に張り付いてたのに死ぬんだ。やばー。防御強い気がする。ここ登れんだ。倒せない、全然倒せない。え、落ちてるし。もったいな。今一回スカったな。
わあ。あるよね。ナイス真ん中。うわ、誰も乗ってねえ、ここ。エイムが結構いるな。エイムってかタイミングか、これ。タイミングが、あ、全滅入った、やば。タイミングが悪いな、これ。真ん中か。きつーい。なんとかなぎ倒せないものか。防御積んでるからなるべく倒す方向で。うわ、マジかー。耐える？耐えてる、耐えてる。行こう。ここから生きるの意外と知らないんじゃない？潮の目の矛ってあんま機会ないからね。うわ、いけ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 。54。内側から行った方がいいのか。あ、待って、耐えられる、耐えられる。あ、耐えてる、耐えてる。いいぞ、いいぞ、いいぞ。いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。ナイス、逆転。いいね。これが矛だよね。待って、逆もありえるから、逆もありえるから、マジで。気をつけよう。上だよ、上。どこどこどこ。うっそ、なんで逆がありえるとか言っときながら。最悪、戦犯じゃん、もう。これは戦犯だ。思ったより早く進んでた。早く進むのが大事ということが分かりました、本当に。はや、鮮やかに負けたね。超綺麗に負けたよ。これが矛だよ、ほんと。ブーメランじゃん。すんげえ死んでる。